アメリカ海兵隊所属の F-35B 戦闘機が突然、島根県の萩、岩見空港に緊急着陸したという事件がありました。今回は、この緊急着陸の原因について見ていきたいと思います。民間航空機が使用している空港への戦闘機着陸ですから、万一のことがあったらと、責任者である島根県知事が遺憾、本音は怒り、の意を表明したのは当然のことでしょう。と言っても、滅多にないことなので、地元市民は一目見ようと、大騒ぎだったそうです。また、各地からも、航空機ファンや自衛隊ファンなども駆けつけたとか。2021年10月5日16時55分頃、薄暗くなってきた島根県益田市の萩、岩見空港に、アメリカ海兵隊岩国基地所属の最新鋭ステルス戦闘機 F-35B ライトニング2機が緊急着陸しました。国土交通省の報告では、2機から航空局に、パイロットから燃料補給のために萩、岩見空港に着陸したいという連絡が入ったということです。この2機は、萩、岩見空港に無事に着陸しました。搭乗していたパイロット2名に怪我などはなかったそうです。ところで、筆者が不思議に感じたのは、この空港名です。空港そのものがあるのは島根県益田市です。岩見は島根県ですが、萩は山口県の観光地です。隣県の都市の名前を冠した空港というのも珍しいとは思いませんか？地図を見ると、萩より島根よりに、津和野という、これまた観光地として有名な町があるのですが、萩津和野ツアーなども人気ですが、島根県にある空港に、あえて、萩という、山口県の観光地名をつけたのは、やはり誘え、客を狙ってのことなんでしょうか？と、戦闘機とは関係のないことを思ってしまいました。本題に戻りますね。この戦闘機が緊急着陸したせいで、島根県は、この空港の滑走路を一時閉鎖することになりましたが、1時間半後には解除されました。同空港は新型コロナウイルス感染のために本数が減便されていたこともあり、民間機の離発着には影響はなかったそうです。不幸中の幸いとも言えましょうか。この事態を受けた島根県の丸山達也知事は、同日、事前通告のない緊急着陸は、県民の命と安全を守る立場から見て、誠に遺憾であるという、至極、当然のコメントを出しました。また、中国四国防衛局に対して、再発防止を徹底するように、アメリカ軍に申し入れるよう、要請したそうです。F-35B は、着陸後、同空港の駐機場で待機していました。岩国基地から、整備と警備のため、海兵隊員が派遣され、整備点検と燃料補給を行った後、約19時間後の翌6日正午過ぎには、集まった人々の目の前で離陸し、岩国基地へと帰還したそうです。この F-35B ライトニング2戦闘機は短座、単発の第5世代ステルス戦闘機ですが、3種類に分類されるそうです。まずは、通常滑走路による離着陸機型 CTOL が、A タイプ、垂直、短距離離着陸型、ストルブが B タイプ、そして、艦載機型、CV が C タイプです。F-35B は、この3タイプが、同一の機体で存在する、画期的な多用途戦闘機なので、人気抜群というわけです。現在、アメリカでは、空軍、海兵隊、海軍すべてにおいて、配備が進められているそうですから、
汎用性が高い使い勝手の良い機体ということなのでしょう。また、この戦闘機は高性能コンピュータを採用しているので、情報統合能力が高く、ヘルメットのディスプレイには、全周囲の視界を映し出す、ヘッドマウントディスプレイシステムが採用されているので、パイロットが頭を動かすだけで、全方位が、バイザーのディスプレイに映し出されるそうです。まるでロボットアニメのコクピットのようですね。レーダーにも、アクティブフェーズドアレーレーダーという、最新型が採用されています。また、電子、光学式標準システムなどの最新の各種センサー類、電子機器はもちろん、操縦系統には、パワーバイワイヤーによって、操縦感がジョイスティック方式になるなど、操作性の向上が図られています。これらの情報は、統合型コアプロセッサーによって統合され、処理されるそうです。日本では F35 の CTOL の A 型を105機、ストーブルの B 型を42機、合わせて147機を購入し、2021年3月末までに21機の F35A が青森県三沢基地に配備されています。ストルブの B 型は航空母艦運用を目指して、改修中の海事の護衛艦出雲、片野出雲、加賀の艦載機として使用される予定ですが、それまでの期間は、宮崎県のニュータバル基地の所属機として運用されることになります。2021年7月までに、1回目の改修が終わった護衛艦出雲、F-35B が垂直着艦するときに発する高熱対策の飛行甲板の耐熱化処理も行われました。その検証試験として、アメリカ海兵隊が協力しての発着艦試験が10月3日に行われたのです。四国沖の太平洋上に浮かぶ出雲は多少上下に揺れていたそうです。午前9時10分26秒、飛行甲板の黄色の誘導ライン上に、岩国基地から飛来したアメリカ海兵隊の F-35B 戦闘機がドンピシャッと着艦したのです。その後、この F-35B は発艦位置に移動すると、短距離滑走による発艦を成功させました。これが太平洋戦争後、初めて日本艦艇からのジェット戦闘機の発艦となったのです。出雲は今後、台形の飛行甲板の艦首部分を四角に変更する改修工事と艦内区画の改修を2026年に終了する予定です。加賀は今年度末に一気に改修を行ってから艦内改修を行い、2027年頃までに F-35B を艦載して運用開始の予定となっていて、それまでの間羽生田原基地で飛行隊の編成と訓練を進める予定になっているそうです。当面、出雲、片護衛艦での F-35B 発着艦試験は、アメリカ海兵隊に協力してもらうことになりますが、並行して、飛行甲板上の誘導担当員の育成訓練も行うようです。また、有事の際に F-35B への補給任務、などの対応ができるようにノウハウを積み重ねていくものと推測されます。艦は9台。話を岩見空港への緊急着陸の件に戻します。緊急着陸した F-35B ですが、出雲の試験に使用された機体ではないようです。というのは、燃料不足による緊急着陸とされているからです。燃料不足が原因なら、日本海での訓練を終えて帰投する際の緊急事態だったのではないかと想像できますが、岩国基地と萩、岩見空港の間は直線距離で約 60km ですから、燃料タンク残量はギリギリの状況だったと推測されます。F-35B が9
空港に駐機している間、給油作業以外の動きが見かけられなかったので、例えば故障のせいで緊急着陸したわけではなかったのだろうと推測されています。ちなみに、岩見空港の滑走路は 2000M しかありません。今回緊急着陸したのは B 型だったので可能でしたが、もし F35A であったら着陸できなかったかもしれません。ただ、ここで不思議なことがあります。一生懸命訓練に集中していたとしても、熟練したパイロット2人が、2人とも岩国基地に戻れないほど、燃料を消費したことに気がつかなかったのでしょうか。自動車でも燃料の残量が少なくなるとランプが点灯しますよね。まして戦闘機ですから、燃料が少なくなれば警告音が鳴るはずです。命のやり取りをする戦闘機なのですから、そういった設備は完全なはずです。燃料残の警告システムが2機とも故障していたということもありえないと思います。警告音が鳴ったのについうっかりして気がつかなかったというのは考えにくいのです。こういったことを考え合わせると、今回の緊急着陸は万が一の際に F-35B 戦闘機が岩見空港を使用できるかどうかテストしてみたのではないかという意見があります。そのために民間機の発着がない時間帯を狙ったのではないかとも言われているようです。アメリカ軍が日本の民間空港を利用することに法律上の問題はありませんし、日米安保条約でも保障はされています。しかし、事前通達での利用は、当然ながら、地元自治体や住民の反発が予想されます。ですから、今回のように、たまたま非常事態が発生したために、緊急着陸という理由で、アメリカ軍機が民間空港を使用することが、なんと、年間300回以上もあるというのです。つまり予告なしで、いきなり、民間航空機の滑走路へ戦闘機が飛び込んでくるということです。そんな事態になったら、民間機や空港はたまったもんじゃありませんね。前述の山形県東根空港のオスプレイにしても、実際は民間機の発着予定時間内の出来事でした。幸い事故はありませんでしたが、歓迎されることでないのは確かです。このようなことを考えたのでしょうか。今回の岩見空港への着陸理由が間違いなく緊急事態によるものだったのか、あるいは隠した意図によるものだったのかは明らかではありません。ただし、何回も緊急着陸のようなことがあったら、整備不良、メンテナンス不足としてアメリカ軍の管理能力が問われることになるのではないでしょうか。